国際宇宙ステーションから野口です。はい、野口さん。あ、上下逆でした。待ってました。まさかの画面上から登場の野口さん、今日本実験棟の希望にいらっしゃるということで。こんばんは、柳田さん。地球の周りをね、90分で一周する国際宇宙ステーションの、希望、後ろに見えてますね、希望、日本の実験棟からお話ししてます。質問です。宇宙での植物の生命力について教えてください。地球と宇宙とでは植物の栄養価はどれほど違いますか？また月でも地球と同じように植物は育つのでしょうか？よろしくお願いします。植物どれくらいのスピードで育つか、ちょうどですね、今この国際宇宙ステーションで植物を育てる実験っていうのをやってます。いくつかやってるんですけども、で試しにですね、一晩のうちにどれくらい植物が育つかっていうのをですね、こうカメラのね、撮影、特殊な作成方法で一晩の時間をこうぐーっと30秒ぐらいに縮めたビデオ、ちょうど今日私の YouTube に上げたので、そこを見てください。一晩でね、びっくりするぐらい植物育ちます。僕も将来野口さんのような宇宙飛行士になることが夢です。野口さんに質問です。宇宙飛行士になるために高校生のうちから頑張るべきことは何ですか？残りのミッションも頑張ってください。応援しています。僕も強いレジリエンスを持って大学合格に向けて頑張ります。高校生皆さん、勉強でね、受験生できっと大変だと思います。今から宇宙飛行士、本当ね、宇宙飛行士目指して頑張ってほしいですけど、宇宙飛行士になるためにどうこうというよりは、目の前にある目標を一つ一つクリアしていくことが大事ですので、まずは大学受験頑張ってください。国際宇宙ステーションのようなね、こういう場所で働くためには英語の勉強はすごく大事だなと思います。じゃあ頑張ってください。はい、チーズ。スクショ撮ってくださいね。たくさん今日の記念撮影してください。じゃあ残りの、3ヶ月も頑張ります。